講演会のお知らせです。7月30日の土曜日、14時30分開場、15時開演でですね、今回は新大阪のですね、ニュー大阪ホテルというところの金剛の間というところで、激動する国際社会と日本の課題というテーマで、お話をさせていただきます。でこれですね、まあ選挙の分析もとそのこの終わってますから、選挙はね。で、選挙の分析も行った上でですね、今後日本がどういうふうなことを捉えていかなくちゃいけないのか、そして国際社会はですね、どういうふうにですね、動いていくのか、こういったことをですね、真剣に考えてみたいというふうに思います。ぜひ皆様のですね、この直接ですね、会場にお越しいただいてですね、お話できたらなというふうに考えております。今回ですね、P-TAX というので、前売り券を買っていただくと3000円になります。で、当日券は3500円。500円になるということなので、500円ですね、得しますので、ぜひできればですね、この先にですね、このご登録いただければというふうに思います。ぜひ皆さんと共にですね、会場でお会いできることを楽しみにいたしております。先着ですね、こちらは80人ぐらいだったと思いますので、ぜひですね、お早めにお申し込みいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちらです。安倍なき自民党が心配だと。ということですね。安倍元総理がですね、お亡くなりになった後の自民党の今後の動きがですね、非常に心配であるということ。まずですね、これを述べさせていただきたいと思います。まず、今後ですね、行われる人事についてなんですけれども、これ噂が流れてましてですね、まあこれあくまで噂ですから、どうなるかはわかりません。まあただ、まあ私が聞いたですね、まあその、いわゆる政治のですね、ジャーナリズムの世界の人間から伺ったところによると、今ですね、噂されているのは、林芳正外務大臣はそのまま留任させると。で、茂木幹事長も留任させるんだということですね。まあ、林外務省っていうのは、これはもちろん言うまでもなくですね、まあ、政界切手のとまで言っては、失礼かもしれないけれども、中国に対して非常に、まあ、こう弱腰というかですね、微中派と言われても仕方ないような政治スタンスの方です。で、もう一人のですね、茂木幹事長も、シェイシェイ茂木というふうに言われるぐらいですね、あまり中国に対して強く言えない。で、まあ、この二人をですね、まあ今までやってきて選挙も勝ったから、この二人留任させるっていうのは、それ自体はおかしいことではないんですね。まあ、だから何か特に失点があったわけじゃない。でもですね、この一方で言われてるのがですね、岸防衛大臣と高市早苗政調会長を外すっていうんですよ。要するにですね、岸防衛大臣というのは、これははっきり言って安倍総理の弟ですよね。で、安倍路線の中で、まあ、最も安倍路線がはっきりした人ですね。今回の内閣の中で。で、このしっかりとしたですね、国家観、そして防衛に対する認識があった。で、こういう人をですね、外そうという意図があると。この間、防衛の事務次官ですね、防衛省のですね、の時もですね、安倍派を外すというのがあって、どうもですね、今、安倍外しにですね、かかってるのではないかというふうに言われております。で、これ私はですね、非常に、心配に思ってます。で、これからですね、ポスト、この人事がね、非常に心配だというのはですね、一体ですね、今まである、この安倍派というのはですね、どういうふうに持ってきたかっていうふうに考えると、やっぱりね、これは、安倍総理大臣というですね、結出した政治家がいることによってまとまってきたんですよ。で、まだはっきり申し上げて、後継者としてですね、100人を束ねる派閥の領袖となるような人物が、この今の清和会の中にいるかといったらですね、これは申し訳ないけれども、見当たらないといったのは政党のところではないでしょうか。例えば高市政調会長はまだ入ってないんですよ、そもそもね、派閥に。じゃあ他に誰がいるかって言ったら、例えば下村博文さんとかですね、まあご自身総裁選出ようとして、でも菅総理にですね、凄まれて、ちょっとびっくりして、ビビってですね、これ出るのやめちゃったと。ああいう下村博文さんとかですね、萩生田さんとかですね、それから西村さんですね、これは西村さんっていうのは皆さん、ご存知ですか？アマゾンのね、本のね、レビューがすごいですよ。私ね、この本ほどですね、すごいレビュー見たことないですね。コロナとの死闘っていうタイトルでしてね、西村さんご本人が書かれてるんですけど、総理、緊急事態宣言を出すべきです。未曾有のパンデミックを前に、この男はどう戦ったのかっていう、帯がついてるんですけどね、この本のね、レビューが、まあ、悲惨ですよ、本当に。皆さんね、怒ってるんですよね、非常に。例えばですね、
死闘の結果、大失敗のはずなのにドヤ顔。死闘という言葉を使うあたり、国民をイラッとさせるものがありますね。私は頑張った、とでも言いたいのでしょうか。さて、日本のコロナ対策は非常に滑稽なものが多かった。日本は何をやったか。専門家として集めた医師は、経済のことなど考えずに、ゼロコロナ志向だったが、政府はそのまま鵜呑み。マスメディアに、コロナの恐怖を煽らせまくる。経済をどん底に起こし、国民を貧しくさせた、とですね。まあ本当に、すごい、叩かれてますね。新しい情報は何もない、とかですね。権力と名声に取り憑かれた男の勘違い。この顔を見ると心から虫唾が走る、とかですね。飲食店を閉めるために、酒屋に働きかけ、死にそうな国民を前に英雄気取りの帯、万死に値するほど愚劣な権利者。とうとうですね。まあすごい書かれ方。私ね、この本見て、やっぱりもうこの方は、まあ、本ってね、政治家が出すときって本当にやっぱり、慎重であった方がいいなと思いますね。やっぱり、私なんかもこれ見たとき、イラッとしましたよね。コロナで一番ね、死闘をね、やってたのは、飲食店とかですね、まあ、潤った飲食店もあるんですけれどもね、焼き太りしたところもあるけど、でも、例えばですね、観光業とかいろんなところで、本当にコロナのね、せいで、店畳んだりね、大変な思いしてるところがあったわけですよ。その人たちこそまさに死闘してたわけですよ。その死闘してる人をね、サポートしたり、応援したりですね、することが果たしてできてたのかっていうことを政治家は考えなくちゃいけないのに、自分がね、死闘してたっていうのはね、やっぱこれダメだろうというふうに思いますね。まあ、この方もでも、まあ、ご自身では総裁候補のつもりでおられるということです。でも、これね、見ててもですね、萩生田さんもそうでしょう。それからですね、稲田前防衛大臣もですね、非常に強いですね、総裁選に思いがあると言っておきますけどね。まあ、はっきり申し上げてですね、ついていく人はどれぐらいいるのかって言ったらほとんどいないでしょう。おそらくですね、推薦人20人集めることができるのかわからない。つまりですね、保守だというふうにね、こう全面的にやっていたのにもかかわらずですね、最近ですね、LGBT 問題とかですね、そういった問題ばっかりにですね、力を入れているように見える。果たして本当に保守政治家と呼べるのかというふうにですね、疑問に思われても仕方がないというふうに思います。私は別にその LGBT 政策とかですね、そのやっていくことが悪いというわけじゃないですよ。しかしですね、そればっかりに前のめりになっている姿っていうのは、やっぱり保守政治家とは言えない。今、ロシアとウクライナの問題があってですね、国防をどうするか、憲法改正をどうするべきか、こういうことをしっかり真剣に考えなくちゃいけないときにですね、優先順位ってあるだろう。いうふうに思います。そういう意味においてですね、やっぱりこの方も総裁には無理だろうと思いますね。そうやって考えてみてですね、派閥の領袖に今なれる人っていうのがいないというふうに思います。まあ、政治家っていうのは宿命的にですね、ナンバー2っていうのを嫌う傾向ありますね。これはどうしてかっていうと、自分がこう、なんていうのかな、自分をですね、飛び越えてしまうような存在になっちゃうから。で、おそらくですね、安倍総理は、あとね、数年は自分がやって、その間にですね、育てていこうというふうに思ってたと思うんですね。その、意中の人物をですね、こう育てて、次の総理大臣候補を育てていこうと。ところが、まさに青天の霹靂というかですね、こんなことあっていいのかって、あってならないわけですけれども、突然ですね、安倍総理がお亡くなりになるということになって、お亡くなりになるという表現もおかしいですよね。お亡くなりになるというと、なんか、病死みたいですけど、そうじゃなくて、凶弾に倒れたと言った方がいいですね。凶弾に倒れたと言った状態の中においてですね、まさか次のね、今すぐ自分の次の後継者を探さなくちゃいかんという状態がね、今日来るとは思ってなかったというふうに思うんですね。だから、残念ながらですね、今この清和会というのはね、もしかしたらですね、力が相当程度弱まっていってですね、これがもしかしてですよ、これはもう本当にまた仮定の話ですけれども、どこかのね、派閥からですね、こう入っていくようなね、人々も増えていくかもしれない。例えば、宏池会とかですね、そういった派閥にフラフラフラッとこうね、動いてしまうような人もいるかもわからないですね。そういう分断を仕掛けてくる可能性だってあります。だからそうやって考えてみるとですね、まあ非常に心配なんですが、で、その中においてですね、だから清和会がそういう風になってしまっている。で、中において、さらにね、人事の問題で、その茂木さんとか、この宏池会の林さんとかを重視するっていうことになっていくと、ますますですね、自民党の保守色っていうのが弱まっていくわけです。で、自民党の保守色っていうものが弱まることに対して、一番警戒していたのが私は安倍晋三元総理だというふうに思います。というのもですね、安倍元総理が一番最初若手の議員の時にですね、何をやってたかというふうに言ったら、当時はすごい時代だったんですよ、自民党って言っても。河野洋平さん、
野中ひろむさん、加藤浩一さん、古賀誠さん、こういった人たちが自民党の牛耳ってたわけですよ。これはっきり言って、まあ、共産党とまでは言いませんよ。共産党とまでは言わないけれども、相当自民党の中でも左に寄った人たちですよ。こういうふうな左にクーッと寄ったね、人たちが牛耳っていた自民党。この自民党は自民党じゃないというふうに思い続けていたのが安倍元総理ですよね。ですから、歴史教科書の問題だとかですね、慰安婦の問題だとか、そういったことでですね、若手議員ながらですね、勉強会を開いて、中川翔一先生と一緒にですね、自民党が、こう、健全なね、保守としてなれるようにということで、力をですね、こう蓄えていって、で、その結果、自民党は今、ようやくね、まあ、当時の、昔のね、自民党と比べたら、まだまともな自民党になっている。憲法改正について、しっかりと言う。で、例えば、9条をですね、の第3項。本当は2項か3項はいいけど、でも、まあ、まずはですね、3項で自衛隊を明記するとか、こういったところまではですね、主張できるような、そういう自民党になってきた。でも、この自民党がですね、またね、再び、フラ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 ーっとね、左に行かないというね、保証は私はないと思うんです。つまり今ね、安倍晋三っていう重しがなくなってですね、船がですね、こう、左にね、こう、行こうとしてると。まあ、さすがに左にだけ行くわけじゃなくてね、高市政調会長のようにね、しっかりとした方もいらっしゃる。でも、この人たちの力が弱くなれば弱くなるほど、自民党左にフラフラ行くわけです。で、そのね、もう予兆が出てるんですよ。私はですね、この、自民党の獅子身中の虫であるですね、この河野太郎氏の動きっていうものをですね、ちょっと紹介したいと思います。まずですね、産経新聞です。自民党河野氏、防衛費増、掛け声はいいが、と慎重。自民党の河野太郎元防衛相は10日の TBS 番組で、防衛費の国内総生産 GDP 比 2% 以上への増額について、社会保障以外の一般歳出は30年余りで1兆円しか増えていない。その中で防衛費を2倍にするのは掛け声はいいが、実際にどこから金を調達するのかきっちり議論しないといけないと慎重な見方を示した。私はね、これね、なんかね、一見ね、正論そうに聞こえるんですよ。財源が必要なんだから、その財源をね、なんとかしなくちゃいけない。でもね、皆さん考えていただきたいんですよ。今ね、ロシアに攻め込まれたウクライナ。これ今大変な状態になってるわけですよ。で、その中においてですね、その、福祉だとかね、なんやかんやと、もう言ってる状況にないわけです。つまりですね、国防っていうもの、安全保障っていうものが崩壊してしまったらですね、国家の中におけるね、福祉とか医療とか、教育とか、そういったもの全部成り立たなくなってくるわけですよ。だからこそ安全保障ってのは大事なわけです。だから、安全保障にお金をかけるっていうことをね、反対するっていうのは、私はね、はっきり申し上げて、これ、福祉に反対してるのと同じだと思うんですよ。つまりね、国防は最大の福祉ですよ。だって、そうじゃないですか？福祉でしょ？だって、自分たちのことの守るため、平和な生活を守るための投資なんです。で、確かにね、共産党とかがやったら言うでしょ。その兵器がなければね、なんかもっと、学校にエアコンがつくんだとかね、なんかいろんなこと言う。確かにそうかな、というふうにね、平時には思うんです。平時には。でもね、有事があったらね、ダメなんですよ、その段階で。有事を起こさないために、平時から備えておくと。これが安全保障の基本的な考え方なんですね。で、安全保障について、こういう考え方をですね、持っていないとですね、その、安全保障が、いざ必要になった時に、いや、今必要だぞと言ったからですね、軍備が整うか、整うわけないんですよ。だから、一見無駄に見える。あれ？無用の長物じゃないの？というふうに見える。でもこれがね、平和国家の宿命なんです。それはいいことなんです。つまり、無駄に見えるけど無駄じゃないんです。それがあるから平和なんですよ。軍備があるから平和なんです。防衛費、安全保障費があるから平和なんです。ここ間違えちゃいけない。いや、なくたってそれを回せばいい。なきゃ平和じゃなくなるんです。ここがポイントですよ。日本を攻めさせない。絶対に日本を攻めさせないようにする。この覚悟がなければですね、政治なんか語るべきじゃないんですよね。で、だから私はこの河野さんのね、議論というのは非常に危ういというふうに見ています。さらにですね、河野氏。5年後、10年後に有事が起きた時にどういう戦いになるか見極めなければならないと指摘。その上で何が必要なのか考えずに今ある戦車の台数を増やせと言っても実際には使い物にならないかもしれないと述べた。いや、ちょっと待ってと。
戦車の台数増やせなんて話をね、してるわけじゃないんですよ。そういうことも含めて総合的に研究しなくちゃいけないわけですよ。これからの時代には何が日本を守るために必要なのか。例えばですね、サイバー攻撃に対してね、どうやって日本はこれを防いでいくのか。これだって重要な安全保障上の問題ですね。で、こういったものについてですね、研究を進めて、で、日本の安全保障力といったものをですね、高めていく。で、このためにお金を使うべきだと。で、これはね、私は、これを否定するのはね、まあ、愚かの一言だというふうに思うんですよね。だって、それがなければ日本の生活できない。で、しかもね、5年後、10年後のことをね、考えなきゃいけないっていう。誰が5年後、10年後のことをね、予見できるんですか？できないですよ。こうなるかもしれないっていう想定のもとに、それはもちろんね、準備する必要はありますよ。だけど、5年後、10年後のことを考えてね、なんか政治を全部打っていくってね、それはできないですよ。特に安全保障の関係。できることありますよ。5年後、10年後のことを考えるんならね、大事なのは例えば、少子化対策の話でしょ。少子化対策なんてのはもうこれ減っていくこと目に見えてるんだから。だからこれは10年後、20年後を見据えた政策が大事です。で、安全保障の世界っていうのは、日進月歩の世界でしてね。で、ほら、こちらが準備したら相手も変わるわけですから。で、相手が変わったらこちらも変わっていかなくちゃいけないわけですからね。だからそれは相手のある話ですから、この変化をね、きちんとやっていかなくちゃいけない。そのためにはね、私は防衛費がかかるっていうのは致し方のないことだというふうに思います。それをね、否定しているようでは、私はね、本当の意味での保守とはね、全く言えないというふうに思いますね。国の守りをですね、おろそかにするような保守政治家なんてのはありえません。そんなものは、はっきり言ってですね、福島みずほ流のね、どっこいどっこいのね、世界になってくるわけですよ。だからもう、ふざけちゃいけないよ、ということを申し上げたいというふうに思います。で、さらにこうやって、続いてますね。安倍晋三元首相が銃撃で亡くなったことを受け、河野氏は8日、ツイッターで、個人の意思を受け継ぎ、自由で開かれたインド太平洋の実現に力を尽くします、などと決意を語っていた。決意を語るのはいいんですけれどもね、実際に意思を継いでもらわないと困るんです。継げるのかどうかわからないけど、この人に。私はね、やっぱり本当に河野さんという人が心配です。この人が国民のね、人気があるっていうことはね、本当に日本の保守政治を考える上でね、本当にね、心配ですね。この方っていうのはね、おじいさんの代からね、おじいさんはロシア、お父さんは韓国ですよね。で、もうはっきりね、河野さんのね、お父さんの河野一郎さんのね、は、モスクワでのですね、もう文書がね、公開されてるんですよ。例えばね、自分たちがね、北方領土の問題とかをこう話すときにですね、吉田茂が気に入らないから俺たちと仲良くしようとかね、国内政治とね、その国外政治をね、ごちゃ混ぜにしちゃうっていうね、とんでもないやり方ですよ、これは。つまり、吉田がアメリカなら俺たちはロシアだと。こういうね、愚かなね、考え方ってありえないです。国益を考えなくちゃいけない。だからね、そういう意味においてね、本当にね、河野さんのおじいさんはロシア。で、お父さんは皆さんご存知の通り、河野談話ですよ。韓国のね。その強制連行のね、事実っていう証拠はなかった。自分でも言ってるんですよ、なかったって。でもそう思われる節もあった。だから私はやったと、こういうこと言ってるわけですよ。これとんでもない話ですよね。そういうことをやっていた、このおじいさん、そしてお父さん、そしてご本人ということですけど、私はね、これ本当に心配ですね。自民党がこの人にね、リードされるようになったら、本当に日本は削減化していくというふうに思います。さらにですね、申し上げておくと、今回の自民党のね、参議院選挙の中で、すごいね、疑問に思った候補がいたんですよ。この候補者たちって一体何なんだろうっていうね、つまりこの人って立憲民主党から出たらいいんじゃないのというような、候補者がいたんですね。私が見たのはですね、エリ・アルフィアさんっていう人ですね。この方は落ちましたから、まあよかったんですけれども、エリ・アルフィアさん。で、この人をね、全力で推してたのが河野太郎さんなんです。ちょっとまず河野太郎さんがね、どんな紹介をしてるか、これ動画で、やってます。もしお越ししましたので、ちょっと読んでみたいと思います。河野太郎です。今回の参議院議員選挙、比例代表、つまり2枚目の投票用紙にエリ・アルフィアと個人名で投票をよろしくお願いします。まあ、押してるわけですよね。エリ・アルフィアさんを。深刻さを増すロシアによるウクライナ侵略。我が国も大きな影響を受けておりますが、原油、物価高騰対策を盛り込んだ総額2兆7000億円の補正予算を追加しました。ここは別に間違ってないですよ。嘘も何にもないですね。結構です。岸田文雄総理のもと、決断と実行で暮らしを守り、今後も日本を前に進めてまいります。まあこれはね、まあもうなんていうのかな、
常套手段というか、まあもうよくある口頭ですよね。もう工場ですよね。お道端で朝あったらおはようございますみたいな感じでね。特に、今日暑いですねとか、そういう特に中身のある話じゃないです。で、アルフィアさんは5月まで国連に勤めていました。へえ。国連職員として世界の様々な問題に最前線で立ち向かってきました。はいはい、どうぞと。またご両親はウイグル出身で、本人も大学院ではウイグル研究をしています。へえと、ウイグル、ご両親がウイグルの人が日本の選挙で出てるんだと。こういうふうにね、まずここでは、へえ、そうなんだというふうに思いました。日本は世界の中でさらにリーダーシップを発揮する必要があると感じて、国連を飛び出して今回の選挙にチャレンジしています。国際感覚を持ち、人権問題を肌で感じてきたエリ・アルフィアさんしかできないことがたくさんあります。私、河野太郎のジョージタウン大学の後輩でもあり、心から信頼する候補者、エリ・アルフィアさん、ぜひ2枚目の投票用紙に、エリ・アルフィアと個人名での投票をお願いします。結構押してますよね。これ、かなり押してますでしょ？エリ・アルフィアさんのね、頼むと。ああいうふうに言って。でも、これね、国連で働いてたってことはわかるんですけどね。で、ご両親ウイグル出身ってのはわかるんですけど、どんな主張の してる政治家なのか、何を触れてないんですよね。何をこの人やりたい政治家なのかな、というふうに思って。で、ね、私、動画を見てびっくりしたんですよ。こんなことがありました。エリ・アルフィアさんのね、動画の中です。夫婦別姓についての考え方を教えてください。結論、賛成です。エリ・アルフィアは、自分の名前は自分で選ぶこと。これは人権だというふうに思っています。一人一人が自分が望む形で自分の名乗り方、選べること、すごく重要だと思っているし、もちろん結婚した後、結婚した相手の姓を取りたいという考えもあるべきだし、そうしないっていう権利もあるべきだし、それぞれ自分に合ったアイデンティティを選べることが本当の人権の姿だと思っています。私ね、これね、意味不明だというふうに思いましたね。名前をね、選べることっていうのが人権だったら、私ね、岩田敦史と申しますけれどもね、今日はね、じゃあ気分でね、そうだな、今日は田中道太郎にしよう。明後日はやっぱ気分が変わったから村松武史にしよう。今日はやっぱりもうちょっと、雨が降って、なんかこう日本を感じてるから安田芳郎にしようとかですね。毎日毎日自分の名前コロコロ変えることもできることになるわけですよ。もし、本当にね、自分の名前をね、自由に変えることができるなんてことで。その世の中大混乱ですよ。誰が誰だか全くわからんですよ。例えばですね、学校でね、今どうやってやるのか知りませんけれども、小学校とかでね、じゃあ、鈴木太郎くんとかね、ああいうふうに呼んだらね、いないわけですよ。あれ？と。そこにいるじゃないと。鈴木太郎くんと。ちゃんと返事しなきゃダメでしょ？というふうに言われたら。先生、今日は鈴木太郎じゃありませんと。山田太郎ですと。え？と。先生は、自分の名前を自分で決められることを否定するんですか？これは人権ですよ！なんか言われたら、ね、成り立たないですよ。一つのね、やっぱこれは記号って部分があるわけですよ。そのね、アイデンティティっていうね。で、人間のね、この持続性をですね、このなんていうか、継続性っていうかね、これは、哲学的に言うと、ね、非常に難しいものなんですよね。つまり、昨日の私が今日も同じ人間であり、明日も同じ人間であるっていうのはね、本当なのかっていうふうに言ったらね、これヒュームっていう人は違うっていうふうに言うわけだけど、でもね、そんなことやったら世の中大混乱するから、だからきちんとですね、名前つけとかなくちゃいけないわけですよね。だって毎日名前変わる人いたら、もうもはや名前って意味なさないでしょ。名前なくていいじゃないですか。ああ、こんにちは、こんにちは、今日なんて名前とかね、もうバカバカしいですよ、そんな。ね、こういうね、なんていうのかな、名前を選ぶことが人権だとかね、もうわけわからないこと言うんじゃないと。おい、で、まあ言ってもいいけど、それはね、立憲民主党あたりで言ってくれよと。なんでこんな候補者がね、自民党から出てるんだと。で、しかもね、名前を自分で選ぶって言ってるの。これね、姓を自分で選ぶっていうふうにしたってね、これだって、自分で選ぶって言ったって、選択はね、いくつかしかないわけでしょ。で、しかもですよ、皆さん、お考えいただきたいのは、今だって自分で選んでるんですよ。例えば、私は岩田です。妻も岩田です。これ合意のもとですよ。お互い反対しなかった。で、例えばうちの親はですね、婿養子だから違うんですよ。父親が母親の名字になってるんですよ。だから全然私違和感ないんです。その、
で、私の友達にもいますよ、そうやって。男性の方が女性とか。それ話し合いで決められるんです、自分たちの意思で。で、それをどちらかにする。ただし、どちらかに統一してくださいねというのが日本のルールで、男性の方にしなくちゃいけないなんて決まりはないんですよ。全然それは違いますよ。話は違う。で、私はね、このね、こういうこと言ってるね、エリ・アルフィアさんとかにね、聞きたいのはね、じゃあね、じゃあどうなのと。子供ができた場合どうなんのと。子供はね、自分で選ぶのがね、自分の名前を自分で選ぶこと、これが人権だというふうに思ってますってことは、まず自分自身の名前をね、私の名前を親が付けたものですよ。いろんなあり方ありますよね。どういうご命名のあり方があったのかわかりません。例えばですね、神社で付けてもらったとか、あるいはおじいちゃんが付けたとか、いろいろあるでしょ。お父さんとお母さんが一生懸命考えたとかですね。いろんなことを、思いがあって、お名前っていうのは皆さん付けられてると思うんですね。でも、生まれた時に自分で付けてる人っていますか？私は聞いたことないですよ、そんな人。これ誰かが付けるんですよ、名前を。で、それを自分の名前として生きていくんですよ。はじめにですね、あるのは他者からの命名なんです。自分の意思で名前を付けてるんじゃないです。ここ大事です。まあ、ペンネームとかね、後でそういうのやることってのはできますよ。だけど、あくまで自分の名前ってのは他人が付けるんですよ。最初。始まりは。まあね、気の毒な事件昔ありましたでしょう。悪魔くんとかいう名前を付けられてね。で、それでなんかそれは裁判所が認めるんだ、認めないんだってね。まあそういうひどいのもあったけど、大体の場合はですね、親がですね、いろんなこと考えて名前付けるわけでしょ。まあ自覚の問題とかね、画数とかね、そういうのにこだわる方もいれば、お父さんの一字を入れたい、おじいちゃんの一字を入れたい、お母さんの一字を入れたい、そんな思いもあるでしょ。いろんなやり方ありますでしょ。でも、初めに自分の意思で名前を自分で付けてる人なんかいないですよ。付けられっこない、そんなの。誰か他人が付けるものなんですね。だから、その段階でじゃあ人権侵害なんかいというふうに聞いてみたい。だからね、おかしいんですよ、言ってることがね。で、なんでね、こんなのわけのわからないね、なんかこういうエセ人権屋みたいなのがですね、自民党の候補で出てるんだということ自体がね、私はね、もうこれ危ないなと、なんか自民党に危ない兆候が出てるなというふうに思うわけですよ。で、この方ですね、またね、その人権の問題だけじゃなくて、気候変動の問題についてもこんなこと言ってるんですよ。このままでは地球が危ない。気温の上昇、災害の増加など長期にわたって被害が拡大する恐れがあります。再生可能エネルギーへの移行による温室効果ガス排出の削減、災害の早期警報システムなど気候変動による影響への対応、グリーンな経済に移行するための金融システムの構築、気候変動に対応する具体的な対策を、日本が世界をリードするエリアルフィアですって言ってるんですけどね。私は気候変動対策一切やる必要ないっていう立場じゃないですよ。でも大事なこと忘れてませんか？この夏、この冬の電力どうするんですか？で、このね、再生可能エネルギーへの移行によるっていうことはね、この人は再生可能エネルギーをしてるわけだけど、日本で再生可能エネルギーってそんなできますかっていう。本当にみんな真面目に考えてみたらいいんですよ。これはね、東京大学の有馬教授から私教わったんですけれども、日本のね、平地の部分のね、ところでですね、置いてる太陽光のパネルっていうのは世界の中で最も多いそうですね。で、それだけやったって、全然ですね、電力不足になってんですよ。やっぱりですね、これバランスよくね、原子力だとかね、石炭だとかね、ヨーロッパだってやり始めたでしょ。そういったものについてね、やっぱ考えなくちゃいけないんですよ。でね、何でもね、かんでもね、気候変動っていう風に言ってですね、国民を脅かすってのはね、私は良くないと思う。もちろん気候変動ね、対応を打つことって大事ですよ。それは当たり前です。でもね、それね、日本一国だけで打ったって意味ないでしょ。私ね、いつもね、申し上げたいという風に思ってるんですけれどもね。脱炭素とかね、言うでしょ。それね、脱炭素だとかね、いろんなこと言うけれどもね、日本って努力、CO2 とかね、なんか、日本って努力に努力を重ねてすごい低くしてるわけですよ。で、隣の中国はね、バンバンやってるわけですよ。こっちを下げなくちゃ意味ないんですよ、地球全体の話としてね。日本はこれ以上ね、もう雑巾と一緒でね、もうギャーって絞ってね、もうカラカラになったのをね、まだ絞れと言ってるんです。こっちズブズブになったね、雑巾があるわけですよ。なんでこっち絞れって話しないのと。で、おかしいんですよ、こういうのもね。だからね、なんかね、この気候変動ってね、言う人たちって、すごくね、中国に甘いっていうね、なんか不思議な現象があるんですよね。不思議なのか意図的なのか知りませんけどね。
日本に対してすごく言うわけですよ。で、日本の産業を痛めつけてでもですね、とにかくやると。これね、ほとんどね、資本主義に対する憎悪があるんですよね。だからまあ、この人たち、まあ、私はね、何度も申しておりますけれどもね、緑、緑だっていうふうに言うんだけれどもね、スパッと割ってみたらね、その中身は真っ赤というね、スイカみたいな人たちが多いわけですよね。まあ、この問題についてはね、また今度細かくね、お話ししますけど、なぜ、この気候左翼っていうのが多いのかっていうね、問題についてですね。これは実はマルクス主義と大きく連携している問題なんですね。まあそんなことがあるわけですけど、なんでこんなことをね、言うんだと。もっと言うべきことあるだろうというふうに思うんだけど、この方はこういうことを言ってる。で、ちなみにこの人は毎日新聞のインタビューによると、同性婚の制度化に賛成ですか反対ですか？賛成である。どうですかね、皆さん。同性婚。賛成の人ってどれぐらいいますか？選択的夫婦別姓の制度に賛成ですか反対ですか？賛成です。これどれぐらいいますか？今回ね、私ね、選挙のね、中でね、すごく面白いなと思ったことあるんですよ。選択的夫婦別姓について、疑念というか、躊躇してた政党ってどこか知ってます？皆さん。ほとんど全ての政党がね、公明党、日本維新の会、それから国民民主、立憲民主、共産。みんなね、夫婦別姓ね、いいじゃないかと。前向きなんですよ。これにね、三角印を出してたのはね、実は自民党だけなんですよ。で、その自民党が対象してるわけですよ。皆さん。夫婦別姓に本当にね、国民の関心が何よりも寄せられてるとするならね、自民党大敗しなきゃおかしいですよね。自民党勝ってるっていうことを見るとね、国民はね、それね、プライオリティ低いんです。やっぱり。夫婦別姓と。まあ、ちょっとよくわかんないと。まあ、やりたい人がいたらやったらいいんじゃない？ぐらいに思ってる人が多分一番多いんですよ。うちはやんないけど、まあ、やりたい人いたらどう？でもね、この考え方危ないですよ。やりたい人いたらどう？いいんです。あなたは別にね、やれなんてことを強制してるんじゃないですって言うけどね。私はやっぱりですね、家族の混乱を招くということです。つまりですね、子供はね、夫婦別姓のうちか、夫婦同姓のうちかを選べないわけですよ。生まれてきた時にね。やっぱり制度としてね、フェアじゃないと私は思いますね。やっぱりね、制度っていうのは誰がやっても同じだからね、こうね、きちんとした制度になってるわけで、平等なわけですよね。例えばですね、例えばですよ、山田さんという人だけがですね、赤信号渡っていいとかね、そんなルールありえないわけですよ。法の下の平等に反してますからね。でも、この選択的夫婦別姓の問題っていうのは、夫婦だけの問題であるなら私は別に構わんと思うんです。でも、必ず子供の問題が出てくるから、そこをね、慎重に慎重に期して、やっぱりやるべきだと思うんですね。もし進めるとしたならですよ。で、なぜかって言ったらですね、制度をね、変えるのはね、すぐできますよ。法案通せばできますよ。だけどね、その頃ね、混乱がどんなことがあるかっていうのはね、ギリギリまで考えてね、世の中の混乱を最も少なくするっていうことを考えるのは、保守主義の基本的な立場なんですよ。だから、できる限り、大きな変化は、ゆっくりとやっていこうというのが、これは保守主義です。保守主義っていうのはよくですね、変わらないっていう考え方だというふうに思ってる方いらっしゃるかもしれないけど、これ間違いです。保守主義っていうのは変わるんです。変わるんだけど、賢く変わるんです。愚かに変わっていくのが、左翼なんですよね。つまり、時代の流れのとともにですね、制度っていうのは変えていかなくちゃいけない部分ありますでしょ？そうした部分にね、あれだから、ちょっと一発変えちまうかと。で、後先考えずにゴロッと変えちゃえと。これがね、左翼の発想なんです。いいものはいいんだと言ってね。でも、いや、もしかしたらなんか、いや、ちょっと変なことあるかもしれないと。いやいや、こういう可能性はないと。いうことを慎重に考えて、ちょっとずつ。ちょっとずつ変えていく。これが保守主義の本来の姿なんです。私はこの、エリ・アルフィアさん、河野太郎さんを推しているエリ・アルフィアさんがですね、こういった保守主義の精神をね、身につけてるとは思わないですね。それからもう一人ね、落ちた人なんですけどね、向山淳さんっていう方ね、これ女性なんですけどね、まあ、びっくりね、したのはね、スローガンがね、自民党を使い倒すって言うんですよ。私たちとその子供の世代のために自民党を使い倒す。次の世代のための政治へ、私たちの世代を後回しにさせない政治を自民党を使い倒す。政治は数の戦いです。制度を変えるための法案を通すためには過半数の議席が不可欠です。だからこそ与党である自民党を使って
皆さんと一緒に私たちの未来を作る政策を実現していきたい。自民党を使い倒すの主語は私ではなく私たちです。僕ね、はっきり申し上げてね、これ、ね、思い上がってると思いますね、こういう人って。自民党を使い倒すって。多くの人たちのね、苦労によって成り立ってきた自民党、いろんなね、辛いこと、苦しい時代もあったわけですよ。自民党の中にもね、下野したこともありますしね。それをね、自分たちがやりたいことのために使い倒す。これ、ね、まさにね、まあ私から言わせるとね、関東的な観点からしてね、非常にひどい発想だと思います。つまりね、人をね、手段として見てるってことですよ。目的として見てないっていうことですね。まあもちろん自民党が目的だっていうわけじゃないけれども、自民党だってそれは一人一人の人が支えてるわけですよね。で、それ作ってきた人たちがいるわけですよ。そういう人たちに対する敬意がね、このね、自民党を使い倒すっていうのはね、私はね、これ全く感じられないと言ってます。で、私ね、このね、自民党を使い倒すっていうね、エピソードをね、聞いた時にね、思い出してましたよ。昔ね、こんなことあったんですよ。私が顧問をしてたですね、弁論部がありましてね、その弁論部にですね、なんか、新しく入りたいっていうね、なんか後輩が来たと。いいじゃないと、会ってきたらというふうに言ったら、もうダメです、とんでもないですって言うから、なんでっていうふうに聞いたら、いや、とにかくここを利用したいんで、ここを利用してなんか人脈を作って、なんか、いろいろなんか商売とかやりたいんで、とか、なんか、明け透けとね、こういうこと言われてね、もうこんなね、もうゴミみたいなやつとはね、絶対付き合えないというふうにね、言われて、そうかと、そんなひどいかというふうに言って、一回会ってみるかというふうに言ってですね、会って、まあ、話していくうちにね、考え方が変わって、まあ今ここにいるんですけどね。でもそれ、そういうこともあるわけですけど、でもね、やっぱね、印象良くないですよ。自民党を使い倒す。人を利用し尽くすと。私ね、小学校、違う、中学校だったな。中学校の時の教員のね、嫌なね、言葉があったのを今でも覚えてますけど、教員ってのは利用してくれればいいんです。皆さんがどんどん利用してくださいって。トイレじゃないんだから利用してくださいって言って何なんだっていうね。これ、ね、その言い方って一体おかしいだろうと。教えを請うっていうのがね、本来あるべき姿でね。な利用してくださいって。これもうほんととんでもないこと言ってるなと思ってね。だからまあ質問とか行きませんでしたけどね、もちろんね。まあ聞いてもしょうがない。まあ学力がとんでもない低い人たちでしたから、聞いても何でも意味なかったんだけど、それにしてもですね、このね、自民党を使い倒すっていうね、こんな表現をね、使えちゃう人がね、自民党でね、自民党って最もね、そういう、なんていうのかな、ある意味って体育会系っていうかですね、先輩後輩とかね、そういうのを大事にする世界ですよ。そんな中にね、自民党を使い倒すなんてね、この、なんか突拍子もないこと言うようなね、人間が出てきた。これ、まあ、このお二人とも落ちました。これ自民党の私、良識だと思いますよ。だけど、そういう人たちが候補に選ばれてるっていうところがね、私はやっぱり、変だと思うんですよ。これね、参議院だから個人票をね、自分たちで書けるから、落ちたわけですよ、この人たちは。でもこれ、衆議院の比例でね、上の方に乗っけられてたら、この人たち受かってるんでしょ？怖いことだと思いませんか、皆さん。自分たちが思ってる自民党とは全然違う自民党。自民党とはね、似ても似つかないような政策を言ったりね、言葉遣いをしたりする人たちがね、知らないうちに自民党の政治家になってる。これね、やっぱりね、安倍なき自民党でですね、やっぱ怖いなというふうには。で、紹介させていただきますけどね、私も面識ありますけれどもね、小林由美さんという杉並区議のですね、方がいらっしゃって、保守系の無所属の方なんですね。ちょうど7月11日のツイッターで書いてました。昨年7月に安倍晋三元首相にお会いした際、私が左派政党所属の左派議員より、自民党所属の左派議員に嫌悪感と危機感を感じます。と言うと、私も同感です。そのような議員が党内に増えており残念です。とおっしゃっていました。やっぱり安倍総理がですね、心配してたのは自民党の左傾化なんですよ。自民党が知らず知らずのうちにですね、左に進んでですね、あれ？ふっとね、目を閉じて何も見えずとかなんかやってる間にですね、パッと目を開けたら、もう立憲民主党とね、変わらないような政党になってたというようなことがあってはいけないということをですね、やっぱりね、
強く願っていたんだろうというふうに思います。ですからね、まあ私はね、このね、河野太郎さん、これ今後ね、やっぱりずっと注目し続ける必要があると思いますね。自民党を自民党でなくしてしまうというような可能性を持った人で、しかも国民にある程度の人気がある。まああと小泉進次郎さんもそうですけどね。でもまあ彼なんかはもうちょっと人気が失墜してますよね。なんか環境大臣やってなんか変なことばっかり言ってね。おぼろげながら浮かんできたんです、数字が、とかね。なんだと。それ一体何なんだと。霊感かなんだっていう話でね、もうちょっとあれデタラメすぎるということで、まあお里が知れたんだというふうに思いますけれども、まあ私はですね、この河野さんというのはこれからもですね、ちょっと注目してね、この人が押すような、人っていうのはね、警戒しなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。私はもう河野さんのおじいさんもお父さんも信用してないですからね。まあ私は河野家っていうのはですね、これ売国三代だというふうに思ってますから、本当に日本でですね、この人を総理大臣にしては絶対にいけないというふうに思いますね。おそらく安倍元総理もそういう思いで、高市さん、さんをですね、一生懸命応援して、思いったら河野さんになる可能性ありましたからね。まあそういう人をですね、まあしないというようなことを、一生懸命頑張っておられたんだろうというふうに考えております。さて、今日の即刻話です。なんかこのところライオンが続きます。259番。ライオンとプロメテウスとゾウ。ライオンがプロメテウスにしばしば不平を漏らした。確かに美しい異常符。まあ今で言うイケメンですね、異常符っていうのはね。に作ってくれた。顎には牙を装備し、足には爪で強化して、獣類、獣の中でも最強のものにしてくれた。それなのに、鶏が怖いのです。するとプロメテウスは答えて、どうしてわしを言われもなく責めるのか。わしが作ることのできたものは全て持っているではないか。ただ鶏というものにだけ育児がないのはお前の心の問題だ。ライオンは我が身が情けなく臆病さを囲って、ついには死にたいとまで思った。そんな気持ちでいたところ、ばったり象に出会い、挨拶をして立ち話を始めた。見れば象が絶えず耳を動かしているので、耳こうバタ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 。どうかしたのか。君の耳が片時もじっとしていないのはどうしてだい?と尋ねた。ちょうど、蚊、ブーンって蚊ですね。蚊が飛び回る中、象が、こいつだ、ちっぽけなブンブン言うやつが見えるだろう。こいつが耳の穴に潜り込んだら僕は死ぬのだ、というのを聞いて、ライオンが言うには。これでもまだ死ぬ必要があろうか。なんと言ってもライオンだし、鶏が蚊よりも強いだけ、俺も象よりは幸せなのだ。結論がね、象をも怖がらせる蚊の力のほどがわかるっていう風になってるんですけど。そうですかね。これまあわかりませんけど、皆さんどう思われますか?やっぱ私はね、このどんなに強い人にも苦手な点があるっていうことじゃないかなという風に思うんですよね。例えばね、皆さんご存知ですか?田中角栄って苦手なものあったら知ってます?田中角栄がね、一番苦手だったのはね、爬虫類、蛇なんですよ。でね、俺の前に話がありましてね、田中角栄がアメリカに行った時にですね、なんかもう英語ばっかりね、もう言ってて、もうわからんと、もうやだというふうに言ってですね、その通訳の人ともうちょっと動物園でも入るぞって、言って、そう入ってったらですね、そこが爬虫類のね、館っていうんですか、その爬虫類ばっかり集めてある蛇とかなんか、そんなのがな、いっぱい集めてあるようなね、ところで、に入っちゃって、もう、田中君ずーっと汗かいてて、もう大変だったっていうね、エピソードがあるんです。だから田中君、あの人ね、すごい田舎の、新潟の田舎の人なんですけれども、田舎だとね、なんか青大将とかね、なんか手で取ってブンブン回したりとかできそうな気もするんですけれども、蛇が怖かったっていうんですよね。やっぱりどんな人間にも弱点があるっていうふうに、この話は受け止めたらいかがかなというふうに私は考えております。今後もですね、この番組を継続してまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。あとですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援賜りますが、あるいはですね、メンバーシップ、にご登録のほどよろしくお願い申し上げます。メンバーシップの方にはですね、毎日、今日の名言というものでですね、結構マニアックな名言をですね、皆さんにお伝えしております、なかなかないんじゃないかなというふうに思います。多分ですね、世の中に出てる一般的な名言集とかに載っているのもあるかもしれないけど、載ってないのの方が多いんじゃないかなっていうのを選んで、実際にですね、本の中から私がチョイスして皆さんにご紹介させていただいておりますので、こちらもご覧いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。